皆さん、こんにちは。10.9 両国で行われた IWGP ジュニア3ウェイマッチ終了後、防衛を果たした高橋宏夢選手を襲撃し、ファンを驚かせた石森泰治選手。ファンの間で様々な憶測が展開された。ジャストファイブガイズの X は石森選手ではなく上村選手でしたが、その後も石森選手の行動は怪しく気になるものが多すぎます。ファンの間では石森選手を中心に決明軍が結成されるのではと言われるほどです。今回は 10.9 両国に登場した石森選手の決明軍結成の噂についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まず石森選手が X と噂されるようになったのは、自身のインスタグラムのストーリーで漫画筋肉マンの超人決明軍の5人が集まった画像を投稿でした。5人が拳を合わせていることから、石森選手のジャストファイブガイズ入りを予告しているように捉えられていました。石森選手の欠場中にバレットクラブはゲイブ・キッド選手、アレックス・コグリン選手、ドリラ・モロニー選手の加入などで復帰後のポジションは微妙なところであり、なおかつノア時代からの天敵である金丸選手の加入もあり、同じユニットに属さないのではとファンの間で噂されていました。その次にインスタグラムのストーリーで超人決明軍の画像とともに5と記されたものを投稿。ただこの匂わせは意見が分かれ、あまりにも展開が見える投稿に加入の線は消えたというファンも増えました。そして3度目となる決明軍の画像をつけた石森選手の投稿。しかしその投稿には、このシーンが好きでよ、毎日このシーンを見てる、超人決明軍の大ファンだからな、でも俺は5という数字が大嫌い、毎日大好きなシーン見てるのに、この5人を見れば見るほどにイライラしてくる、いつ試合ができる体になるんだよ、俺は5という数字にイライラする、もう見るのやめた、と綴られていました。この文を見ると、まだ復帰できるような状態ではなく、5が嫌いということから、ジャストファイブガイズへ加入すると言われることがよほど嫌だったのだなと感じました。この発言がされたことでファンはより困惑し、次に石森選手はニュージャパンワールドの2021年 5.3 のバックステージコメントのサムネをつけて、実際のところ本当に生まれ変わんなくちゃいけなかったのはお前だよ、石森泰治、何一つ変わらない俺自身を、俺は生まれ変わんなくちゃいけなかったんだ、情けない、5という数字は本当に大嫌いと投稿。この徐々に増えていく数字に、数多くのファンがその謎を解き明かそうと推理を繰り広げました。迎えた 10.9 両国大会 IWGP ジュニア3ウェイマッチによる防衛戦を制した高橋宏夢選手、マイク・ベイリー選手、楊選手のどちらも敗北を喫した選手を見事退け防衛。ベイリー選手は悔しさをあらわにし、もう一度だと宏夢選手と睨み合い、もっともっとと叫びながら退場。宏夢選手はベルトを掲げ喜ぶ中、場内は突如暗転。ステージに光が戻ると、宏夢選手の後ろには欠場中ファンを何度も戸惑わせた石森選手が立っていました。石森選手は宏夢選手を襲撃、マイクを持ち宏夢選手に近づくと、あの日の続き、この IWGP ジュニアのベルトかけてもらってお願いしようか、タイムボムの時間は終わりだと挑戦を表明し、リングを後にしました。ベストオブスーパージュニアで石森選手の負傷で止まってしまったあの日の時間が再び動き出しました。このサプライズ登場にファンは SNS 上で石森選手復帰の知らせを多数投稿。ようやくの復帰に大歓喜し、かつてなぜ人気がないのかと宏夢選手に質問を投げかけた選手への声援の量ではなかったですよね。その後石森選手は X を投稿。もうこっからは思うがままの欲望だけで行かせてもらうからよ、とりあえず今言えんのは5度挑戦した時とは覚悟が違う俺の6度目の挑戦、楽しみにしといてくれ、さあパーティーを始めるぞ、タイムボムの時間はもう終わりだ。10月9日5度目の挑戦から6度目の挑戦表明と投稿しており、数字の謎が明かされ、すっきりしたファンも多いと思います。しかしそんな中で気になることがありましたよね。石森選手の X のプロフィールを見ると、プロフィールは真っ黒で、さらにバレットクラブの文字は消えていました。現在はプロフィール写真に宏夢選手を襲撃した時の写真、ヘッダーの画像が超人決明軍になっており、これを見たファンは決明軍を結成するのではないかと
憶測を展開しています。思うがままの欲望だけで生かせてもらうという発言もありますから、何か企てているのではないかと思われます。石森選手が大好きな超人血盟軍、協調や融和など仲良し小良しの友達ごっこと成り下がった友情パワーに我慢できなくなった筋肉マンソルジャーが、タイプは違うプライドの高い4人の超人を集め、はみ出し者のプライドこそ真の力を引き出させるとして結成されました。石森選手をソルジャーとするなら、4人集めて新ユニット結成という流れもあるのかもしれませんね。仮に結成するとして、どの選手を招聘するのでしょうか。これは勝手な推測ですが、先日の両国でタンガロア選手からバレットクラブ脱退を勧められたチェーズ・オーエンズ選手、仲良し小良しではなくチームを利用してジュニアのトップに上り詰めると宣言した同期選手、この2選手は加入しそうだなと考えていました。皆さんならどの選手だと思いますか。さらに石森選手は私服姿でヒロム選手を襲撃し、着用していた黒い T シャツはバレットクラブとは関係のないものでした。久しぶりの登場となるタイミングで着ていないのはあえての行動かもしれませんが、すでに石森選手の中で行動は始まっているのでしょう。復帰戦は日本ではなくロンドンとなる石森選手、その時のコスチュームはどのようなものになるのでしょうか。そして何より気になったのは X の投稿に記された新たな数字1ですよね。両国大会翌日の10月10日、悔しいけどこれも勝負の世界、最後の最後まで東北の力を見せてくれた東北楽天ゴールデンイーグルスだからよ、また立ち上がって来年こそな。ちなみに俺の話になるが、復帰戦は日本じゃなくロンドン、まあ俺のことは注目しなくていい。あ、アイコンとか真っ暗にしてたの忘れてた、じゃあまたな1と石森選手は投稿していました。新ユニット結成という部分から考えれば、現状一人ということを表すことになります。種明かしの時のような法則性で考えるなら、挑戦するであろう 1.4 東京ドームの1月、ベルトを一発で奪取する意味での1、いろいろ考えられましたが、石森選手の IWGP ジュニア戦は 11.4 大阪大会で決定、謎が深まりました。10月14日のロンドン大会後、日本では10月21日からスーパージュニアタッグリーグが始まり、ここに参戦するとなれば1に次ぐ数字がすぐにでも記されると思いますが、先日発表されたスーパージュニアタッグリーグの参戦チームを見ると、 X となっているのは楊選手のパートナー、楊選手と石森選手、想像がつきませんね。しかし石森選手の匂わせにモヤモヤするものの、今後の展開を予想することにワクワクしてきました。石森選手の思惑とはどんなものなのでしょうか。今後も楽しみです。石森選手の投稿を待ち続けましょう。いかがでしたでしょうか。今回は石森泰治選手の血盟軍結成の噂についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。